ファビオ・マルドなどは、ブラジルの男性プロボクサー、総合格闘家。サンパウロ州、ソロカーバ出身。アメリカントップチーム所属。ブラジリアン柔術茶帯。元ファイトナイズ、ライトヘビー級王者。2000年に総合格闘技デビューし、2002年にプロボクシングデビュー。プロボクシングの戦績は29戦26勝3敗。2010年10月16日。 UFC 初参戦となった u f c 百二十でジェームス・マックス・イニーと対戦し TKO 勝ち二千十一年六月四日ザ・アルティメット・ファイター十三フィナーレでカイル・キングスベリーと対戦し判定負けファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した二千十二年十月十三日 u f c 百五十三シルバ VS ボナーでクイントン・ランページ・ジャクソンの代役として グローバーテイシェーラと対戦。パンチで、テイシェーラをぐらつかせる場面もあったがに、アールドクターストップで TKO 負け。二千十四年三月二十三日、UFC ファイトナイト、将軍 VS、ヘンダーソンにで、ジャンビランテと対戦し、判定勝ち。二千十四年五月三十一日、UFC ファイトナイト、ミチッチ VS、マルドナードで、ジュニーオールドスサントスの代役として、 スティーペミオシッチと対戦し、1RKO 負け。二千十四年十月二十五日、u f c 百七十九アルド VS、メンデス二で、ハンス・ストリンガーと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千十五年十一月七日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ヘンダーソン3で、ライトヘビー級ランキング十四位のコーリー・アンダーソンと、 対戦し、判定負け。3連敗で UFC からリリースされた。約6年ぶりにボクシングの試合を行い、一四個勝ち。2016年6月17日、FN 初参戦となった FN50 のメインイベントでエメリアー・エンコ・ヒョードルと対戦。1R にダウンを奪い小寸前まで追い詰めたが、2.3R にやや巻き返されにかられの判定負け。 試合後、判定を不服として、ロシア MMA 連盟と、世界 MMA 協会に提訴したものの、最低は覆らなかった。2017年3月5日、ファイトナイツグローバル60で、アブドルカハミド・ダベアトフと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2017年9月4日、ファイトナイツ、ライトヘビー級王座決定戦でキャリア8戦全勝の、クルバン・オマロフと対戦し、 ギロチンチョークで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2018年5月19日、ファイトナイツ、ライトヘビー級タイトルマッチで、ニキータ・クリーロフと対戦し、右フックで小巻きを喫し王座陥落した。2019年10月12日、リジン、19で、リジンライトヘビー級王者のイリープロハースカと対戦し、パウンドで TK を負け、ありがとうございます。